はい、皆さんどうもこんにちは。ブドウです。ファイアーエンブレム、添えの奇跡続きをやっていきたいと思います。というわけで、まあ、ちょっとね、作戦をみんなで右に行くってちょっと考えてたんですけど、あのね、ちょっと、こっち盗賊2人なんだよ。アイクをね、ちょっと短期で、どうしようかな、アイクとオスカーでいいかな、アイクとオスカー短期で、左から2人だけ向かわせようかな。で、ある程度敵を片付けてもらおう。残りは全部右に行く、ということにしようかな。そういう感じで行こうかなと思います。アイク。そんな、すごい。23、46。アイク一人でもいいかな、これ。アイク一人でもいける気がしてきた。支援なしでもう、相手の命中が、こんなに。毒の斧だからかな。まあいいや。えい。えい。アイク強え。大丈夫。待って。毒消しはいらないけど。回避75か。命中。キラーアクス。命中65。スティレット。じゃオスカーも一度連れていくか。念のために。念のためにオスカーも連れていこう。弓がうざいので。弓がうざいから弓をちょっと攻撃する。お、太陽来た。おーい。あんまり強くなかった。どうしようかな。これいっかな。で、みんな左に行くぞ。あ、右だ、右。あ、鉄の体験。こいつ。ヨファー動かない。イレース、エルファイアで倒せるね。とりあえずじゃあエルファイアで倒そう。アーマーには魔法で対処しよう。ほら燃えろ。えい、いいぞ。これどうしようかな。イエス、誰とも支援組んでないから。ジルどう。13、ケビンは、ケビンに倒せる。よし、行けケビン。おりゃ、あいさ、よし、おーいっとん、オッケー。ケビン結構使いまくってるけどいいかな。あと25回使える。よし、トマホーク塞いじゃおう。ティアマト届かないよね。あと壁にできる人いないんだよな。やっぱマーシャー、いや、マーシャーはね、やり装備イレスには来る
まあ多分ね、ヨファに来ると思うんですよね、ヨファに。おそらく。まあ、ヨファなら1回ぐらいね、食らっても全然平気だと思うんですけど、支援もついてるしね、ミスト行くでしょ。うん。エリンシアがちょっと心配だな。エリンシアって死にはしないと思うけど、多分、ゲームオーバーにはならないと思うんですよね。多分、撤退扱いじゃないかな。トマホーク、あ、うん。平気平気、全然平気。フォルカ。当たらない、多分。あ、来た？よし。トマホークはどうしよっかな。猫が来ると。猫はエルファイアで倒そう。はい、さ、よし。じゃあ、キルロイでアーマー倒して、猫を、多分オスカーじゃなくてアイクを狙って。アイクに挑発つけようかな。今度から。挑発って持ってたっけ？確か持ってたような気がする。はい、スタッ、えいえい。いや、オスカーいらないかもしれないな。アイクを狙ってほしいな。アイクのレベル上げも兼ねてアイクを狙ってほしい。はい、スタッ、いて、いてえな、この野郎。えい、いいな。太陽やっぱり回復能力がいいね。よし。オスカーやっぱ右に向かわせよう。やばい、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 やばい。あ。こいつを倒して、オスカーは、右に行きましょう、右。で、アイクを追いかける。アイクは、盗賊を追いかける。逃げろ。アイク、あとは頼んだ。アイクは追いかけてこいつを倒す。倒せる。えい、一発バルフレチェゲットか。これバルフレチェでも威力が低いんですよね。7ってちょっと。こいつ来る、来るね。全然 OK。 うーん、どうしようかな。ね、このソードマス、ソードマスがちょっと、あ、大丈夫か。オスカー狙ってくるんだ。じゃあイレースで、いや、このニヒタリを倒したいんだよな。鋼の槍倒せる。マーシャはどう？マーシャに倒せるね。じゃあ、そうですね。マーシャ、ソドマスの攻撃はどうなの？ 1 食らうんだ。でも全然大丈夫だね。ジルで、盗賊を倒します。と、あとマーシャでね。マーシャとジルで盗賊を倒して、あともう宝嵐の心配はもうないかな。うん、まあ力守備はいいね。速さがもうちょっとだけ欲しいな。22ぐらいは欲しいな。なり損ない。勇者の剣。弓とかいないよな。大丈夫ですよね。もうね、全軍。マーシャ。あ、待って。まあ、いっか。マーシャで。マーシャで倒します。バーン。下級職か、これ。シーフ？
シーフの上級職はローグですよね。でもこのゲーム多分ローグいないと思うんですよ。どうしよう。あーきついな。キルロイで。強い強いぞキルロイ。えい。しいぞ。とても威力が2の武器とは思えない。あら、リレースで猫を燃やします。あ、燃やせない。まあ、いっか。頑張れリレース。やっぱ速さが足りないというか、速いんだよな猫は。うん、あと15は誰かでやってもらおう。誰がいける？ポルカとか。ちょっと倒せるけど当たったら痛いな。頑張れポルカ。よしさ、よし、惜しいぞ。うまい。で、ウォーリアというか、大丈夫かな。20、あ、いいダメージだ。えい。さ、よし。当たらなければどうということもない。よし、いいぞ。いいダメージ。ヨファ強いな。強い、あ、違うか。ウォーリアの守備が低いだけだ。12か。あ、でも攻撃32もあるからな、ヨファ。で、残りはどうしようかな。エリシアあたりで取りに刺した。エリンシア、ちょっと、剣士を攻撃したらどうなる？ああ、でもそんな食らわないな。エリンシアで、攻撃してみよう。えい！いいぞ。おいしい。まあでもね、ソドマスは多分ヨファを狙ってくると思うんですよね、おそらく。でっか。でヨファとミストで支援組ませといて、ピアマと槍かな。さあどうだ。まあそう来るよな。オスカーならね、倒しはしないかもしんないな。お、硬い。えい。まあ、追撃はできるはずないか。早いもんな。うん、どんどんアイクを狙ってくれ。アイクは避けるしな。よし。あとみんな直接攻撃か。はい、さ。えい。キラー系は怖いんですけど、アイクならね、別に死んでもゲームオーバーになるだけだから、そこまで正直怖くはない。よし、いいぞ。力技いいぞ。なんかいいね。ロードになってから本当にへたれてない。へたれても3つとか、3つ上がるからな。2つだけとかなかったか、なかったんじゃない？硬い。ヨファ硬いな。すげえな、ヨファ。猫が来た。さ、いて。まあ、これ倒せないだろうな。必殺か天空が出れば倒せると思うけど。さ、いて。いて。よし、来た。
はい、天空。オッケー、自分で回復できるのがいい。鉄の大剣壊れるんじゃない？大丈夫？さ、よし。天空。でもこれ武器が減るな。武器大丈夫？まあ一応4つ持たせてたよね。4つ。あ、あと1個しかない。いやー、これ足りないかもしんないな。この人は扉の先持ってる。待って、銀の剣、鋼の大剣と銀の剣は、銀の剣の方が、銀の剣すごいな。重量もないし、命中も高い、そして威力も高いと。素晴らしい。鋼の大剣よりいいな。あ、違う、リガル、鉄の大剣で通します。えい、で、このソドマスはオスカで倒せる？あ、倒せない。ボーレは？あ、ボーレいいね。でも当たらないのか。ボーレ頑張れ、当てろ、ボーレ。えい、ああ、痛い。やっぱりボーレはボーレだ。ボーレはボーレでしたね。どうしようかな。イレースかな。上から誰も来てないよな。大丈夫だよな。上から誰も来てないよね。来てない、来てない。扉を守ってらっしゃる。でもこれ猫だよな。猫どうしようかな。こっちも上から誰も来てないから、勇者の剣、攻撃26。ああ、しようかな。あ、猫に追撃できる、素晴らしい。猫遅いな。どうしよう。どうしよっかな。ティアマトを動かしたい。あ、これやばいな。ティアマトちょっと動かして、いや、ここでいっか、ここでいっか。で、キルロイで猫攻撃いいダメージ。いいぞ。剣士はね、ソドマスは、まあ、マーシャ・ジルがいるからいいか。猫倒そう。猫倒して、でソドマスは、まあ、ジルで倒そうかな。でジルは勇者の剣の範囲に入る。いいぞ。勇者の剣、あ、倒せない。
マーサは？お、マーサとこっち。で、まあ、ジルでつついて、マーサで、うん、マーサで、あ、エリンシアでもいいかな。エリンシアにしよう。課金。攻撃21。あれ？あ、そっか、支援か。あれ？うん。まあ、そうですね。今回ですね、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。さようなら。